あら、ハリーが戻ってきてるわ。よく来たな。あんたがギリアンシードかね。どこかで会ったかの。いや、初めてだが。そうか、気のせいか。分かっておる。それでは君専用に開発したナビゲーターを呼んでみようか。おい、メタルギア。メタル、自己紹介しろ。サポートを務めますメタルギアマーク2です。よろしく。メタルギアか、変な名前だな。かわいいわ。ポッ、赤くなっとる。こいつのフォルムは20世紀末に全世界を恐怖の渦に巻き込んだあのメタルギアから取ってる。じゃがこいつはあれとは違って平和利用のために開発されたもんじゃ。おっと、そうじゃった。焦るな、ちゃんと用意してあるわい。これがジャンカーの武器となるブラスターだ。この銃はフィードバック機能を採用している。したがって使い手の反射スピードに反応するようになっている。つまりブラスターの性能は使い手いかんによるんじゃ。どうじゃ、持ってみ。はっ、これは軽い。そうじゃろう。軍で使用しているレーガンとはわけが違う。スーパーエンプラと炭素繊維、さらにセラミックを使って作られている。そのため温度変化にも影響されない。そして機能性と破壊力を重視して作られたエルゴデザイン。どうじゃ、気に入ったか。まずまずだ。ジャンジャックギブソンからの連絡が入っています。つなぎます。
タンカー本部、ギブスンだ。スナッチャーらしき男を追い詰めた。 M 地区の工場跡だ。至急応援頼む。ゲリアン、事件だ。現場へ向かってくれ。急ぎましょう。現場へはトライサイクルを使って向かいます。気をつけてね、ギリアン。これがジャンカー専用の乗り物、トライサイクルです。三輪地上走行、ホバー走行、高速飛行が可能です。基本は VTOL ですので、狭いところでも垂直上昇ができます。空飛ぶ三輪車だろ。さっき出迎えてもらったよ。操作へはこのトライサイクルを使います。それでは工場跡へ向かいます。配属早々事件か。腕利きのジャンカーギブスンがスナッチャーらしき男を追い詰めた。果たしてその男はスナッチャーなのだろうか。そしてスナッチャーと